こんにちは、新澤真介です。本日は奈良市の菅原町にございますパティオ西大寺 2LDK のお部屋のマンションのご紹介をさせていただきます。大和西大寺駅まで徒歩15分ほどと高立地な立地になっております。はい、まずですね、こちらの、リビングの方ですね、約10畳ほどの、スペースとなっておりまして、大きめのダイニングテーブルなどを十分に置いていただけるような広さになっております。またですね、こちらのマンションですね、ワンちゃん1匹、飼育可能ということで、そのあたりも大変素敵な、お部屋となっております。はい、こちらの方ですね、バルコニーになっておりまして、マンションタイプになっておりまして、端から端まで、大変広々としたお部屋となっており、また東向きバルコニーになっておりますので、非常に見晴らしのいいところとなっております。また窓ガラスの方はですね、ペアガラスを使用しておりまして、遮音性に優れた窓ガラスを利用しております。はい、その隣に面したお部屋ですね、こちらの方が6畳のお部屋となっております。こちらの方ではですね、テレビ、エアコンも設置できますので、ソファーを置いていただき、くつろいでいただけたらと思います。またこちらのね、収納スペースの方がクローゼットタイプとなっておりまして、ハンガーパイプのついているお洋服の方もたくさんかけていただけるようになっております。はい、そしてですね、こちらの方ですね、モニター付きインターホンとなっておりますので、お顔を確認してお話ができます。また来客の場合ですね、オートロックのマンションになっておりますので、解除ボタンを押していただきますと、入っていただくようになっておりますね。はい、こちらとこちらですね、収納スペースですね、こちらの方は、キッチンのそばにございまして、非常に使い勝手がいいかと思います。衣類と別にしたいものですね、こちらに収納してもらいます。はい、そしてキッチンの方ですね、人気のカウンターキッチンとなっております。調理スペースや、こちらのですね、コンロを2口置いているスペースもございまして、また収納スペースですね、上の方と下の方とございます。はい、またですね、こちらの奥の方ですね、こちらの方には給湯器のリモコンがございまして、こちらで温度変更をしていただけるようになっております。また冷蔵庫をですね、置いていただけるスペースの方も、しっかり確保されておりますね。はい、またですね、こちらの方、洗面所とつながっておりまして、奥様でしたら、奥様の方では洗濯をしながら、調理をしていただけるというような、動線の、非常にしやすいところとなっておりまして、室内洗濯機置き場、またこちらの方にはですね、タオルなども置いていただけるようになっております。そしてこちらですね、シャンプードレッサーの独立洗面台ですね、ございまして、その奥ですね、バスルームになっております。はい、こちらの方ですね、追い出し機能であったりとか、また自動湯張り機能もございますので、そのあたりも非常に、使い勝手のいい、機能になっております。はい、次ですね、こちらの方が廊下スペースになっております。もちろんですね、こちら廊下からもですね、洗面所の方に出入りができるようになっておりまして、その奥ですね、こちらの方がお手洗いですね、嬉しいウォシュレット付きとなっております。上の方にはちょっとした棚も、ございますので、トイレットペーパーの予備等も置いていただきます。はい、玄関の方はですね、こちらシューズボックスですね、備え付けになっております。はい、最後ですね、もう一部屋ですね。はい、こちらの方が洋室約6畳ほどの広さになっておりまして、エアコンの方、テレビの方も設置が可能となっております。またですね、リビングに入る扉の方と、またこちらの洋室の扉の方には、ワンちゃんが、通り抜けできるような設備がついておりまして、こちらのあたりも非常に、喜んでいただけるところかと思います。はい、そしてですね、こちらの方にも収納スペース、クローゼットタイプですね、お洋服もたくさんかけていただけるようになっております。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。また賃貸のマスケではご来店予約をいただきますと、制約実質的な、特典の方もご用意しておりますので、ぜひご来店予約をお待ちしております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のマスケでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。